はい、一瞬です。今回はですね、沖縄で有名な夕日が見えるサンセットスポット、北谷町にあるね、サンセットビーチを紹介していきましょうね。北谷といえばね、沖縄旅行来た人たちは大体もうみんなイメージするのはアメリカンビレッジですね。やっぱまあいろんなところに出てるしね、まあ一回行ったことあるかなと思うんですけれども、そのね、アメリカンビレッジのすぐ隣にあるビーチがサンセットビーチです。アラハビーチっていうね、もう一個あるんですけど、それよりも近いすぐ隣にあるビーチですね。ザ・タワー、ビーチタワーホテルっていうところのすぐ横にあるビーチなんですけど、ここはね、もう名前の通りね、やっぱ夕日が綺麗っていうことでスポットになったりとか、地元の人もいっぱい来るような、まあ、散歩者もいますし、まあちょっと遠くからね夕日見に来るとか、そういうところ、まあそうやって来るところ人もいるぐらいの有名な綺麗なビーチです。はい、でそんなね、サンセットビーチを今回はね、みんなと一緒に、ね、まあ、雰囲気を味わいながらね、まあ、遊び方とかも含めてね見ていければなと思ってます。まあ、僕もそうなんですけど、やっぱガイドブックとかね、あとインターネットで検索したりとかしても、まあ、なかなかね、細かい情報も見れないじゃないですか。綺麗な写真がバンバンバンってあってね、終わりとかっていう感じなんで、やっぱね、ビーチとか、まあ、海とかもそうです。観光名所とかね、まあ、こういうのっていうのはやっぱり動画の方が伝わると思うんですよね。なので、まあ、雰囲気感じてもらいながら、あと沖縄旅行の下見だったりとか、あとまあ、今度行きたいけどどこ行こうかなって迷ってる人とかがね、参考になればなと思ってますので、まあ、沖縄からそういうのを雰囲気も含めてね届けていきますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。はい、でこのねサンセットビーチの特徴なんですけどね、やっぱりまず夕日ですよね。夕日が、まあ、綺麗に見えるっていう、まあ、スポットです。やっぱうちなんちもいっぱい来るし、まあ、名前の通りなんでね、やっぱ観光客の方も、まあ、見に来たことあると思うんですけど、今見えてるね、アメリカンビレッジの左側のところがスポットになってて、みんなね、そこにね、座ってね、夕日見るっていうような感じで、スポットになってます。すごい綺麗なんでね、今度ね、ちょっと他の動画でね、ちゃんとサンセットの雰囲気とかっていうのを出そうと思ってるので、ぜひそこも見てもらいたいなと思いますね。でもう一つのね、特徴がね、外国の方が多いっていうことですね。今見ててもね、泳いでる人たち外国の方多いと思うんですけど、観光客の外国の方じゃなくて、地元にいる外国の方が多いんですよね。基地のが近いっていうのもあるんですけど、やっぱ隣のね、アメリカンビレッジがやっぱアメリカ文化のとミックスされたような街並みになってて、すごいね、まあ、異国に来たみたいな、まあ、リゾート地に来た感じになるので、まあ、遊び方としてはね、まあ、北部とか中部とかに行くような感じで、まあ、南国のゆったりしたっていう感じじゃなくてね、まあ、なんかちょっと外国に来たような、そんな感じを雰囲気を味わいたいなっていう人たちはね、サンセットビーチデイジおすすめなんで、ぜひ行ってみてほしいなと思いますね。でここのね、まあ、施設の情報なんですけど、遊泳期間っていうのが大体4月の上旬からね、10月末までですね。で、あと遊泳時間が、まあ、9時から6時まで。で、あとは、利用時間っていうのがまた別であって、9時から夜の9時まで。これバーベキューするとこ大体そうなんですけど、人工のビーチってね、バーベキューできるんですよ。まあ、毎回ね、ビーチ特集の動画でね、行ってるんですけど、うちなんちは、海にね、泳ぎに行くんじゃなくて、ね、ビーチパーティーしに行くんですよ。バーベキューしに行くんですよね。だから、人工のビーチって大体バーベキューが貸し出しできるようになってるんですよ。なので、ここは、まあ、泳げるのは6時までだけど、まあ、ビーチパーティーしてる人たちとか9時まで行っていいよ、みたいな感じになってるんですね。なので、9時までちゃんと利用できます。はい、であとはね、まあ、シャワー、トイレ、更衣室、ロッカー、売店、まあ、ちゃんとネットも、ね、防護ネット、クラゲとか来ないためのネットも完備されてるし、あと、まあ、監視員もね、ついてるので、まあ、ここはね、もう安心して遊べるような、まあ、そんな施設になってます。はい、でレンタルとかもね、ちゃんとできて、シャワーだったら100円で、ロッカーだったら200円。で、チェアね、座るやつとかも貸し出しされてて、1000円から貸し出しで、浮き輪とかね、あと、まあ、バレーボールとかも貸し出しできしても、してるみたいなんですよね。なので、こういう、まあ、まあ、しっかりしたレンタル用品っていうのもあるし、まあ、なんか、チェアセットっていうのがね、割引で3000円使えるってなってるんで、それも使ってね、ゆっくりここで遊ぶっていうのもいいと思いますね。あと、バーベキューなんですけど、10名以下でね、食材を注文したら、機材とかついてくるよっていう、プランになってるんですね、サンセットビーチは。だから、本当にね、まあ、うちなんちゅうの人たちはみんなね、海に泳ぎに行くんじゃないって毎回言ってるんですけど、
まあ、観光客の方々もね、ぜひね、もうこれ手ぶらで行けるんで、バーベキューシーンにね、ビーチにも遊びに行ってほしいなと思います。食材を頼めば、そのままもう全部機材とかついてくるんで、マジで手ぶらで大丈夫ですよ。まあ、ここもそうなんですけど、やっぱ都市にある、都会にあるね、ビーチっていうのは、まあ、波の上ビーチとかもそうなんですけど、やっぱちょっとがっつり海で遊ぶっていう感じじゃないですよね、やっぱり。何かまあ、アメリカンビレッジに来て、遊んでショッピングとかもして、ご飯も食べてから、夕日見ながら海遊んで、まあ、また出かけていくみたいな感じで、まあ、何かとプラスしてね、ビーチで遊ぶみたいな形になってるのが、やっぱ特徴なので、人工のビーチとかね。なので、そういった遊び方っていうのも、ぜひ、してみてほしいなと思いますね。このサンセットビーチもそうなんですけど、隣のアメリカンビレッジとか、あとは他の動画で紹介するアラハビーチとか、辺りの一帯の茶炭っていうのはもともと米軍基地だったんですよね。で、米軍基地が30年前ぐらいに返還をされて、そこから都市開発しようっていう形になったんですけど、その時のコンセプトっていうのが、沖縄の人たちってやっぱまあ車持ってね、ドライブして遊びに行くんで、そういうね、日帰りできるスポットっていうのが少なかったんで、地元のうちなんちの人たちとか、まあ基地の人たちが日帰りで遊びに行けるスポットっていうのを作ろうっていう計画だったみたいなんですよね。なので、今でもそうなんですけど、沖縄のうちなんちの人たちとか、地元の人たちがやっぱ茶炭いっぱい来るんですよね。で、そこで観光客の人たちがやっぱ来るようになってきてるんですけど、僕なんかからだと、ハンビータンができたりとか、あとナイトマーケットが流行って、で、美浜の、映画館で観覧車っていう形で、どん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 ね、うちなんちの人たちがね、結構盛り上がってたような、茶炭っていうのはそういう街ではあるんですよ。なのでこのビーチもね、なんかウチナー文化と、あとアメリカの米軍の人たちがいるんで、アメリカの文化とでミックスされたような感じで、結構リゾート感があってね、おしゃれなような感じで、沖縄の島に来たっていうよりはどっちかっていうとリゾート感で、ちょっと違う国に来たような、そんな雰囲気味わえるようなビーチですので、ぜひね、アメリカンビレッジ来た時には散歩でもいいんでね、夕日見に来たりとか、あと昼間もね、いっぱい外国の方がいっぱいいるんで、遊びに来てね、楽しんでほしいなと思います。はい、はい、今回は以上になります。このサンセットビーチはね、外国の方も多いし、あとうちなんちも多いし、なんといってもまあ夕日ね、夕日見るスポットとしてはね、中部でも間違いなくナンバーワンなんで、ぜひね、アメリカンビレッジ行って、ちょっとまあ時間あるなとかね、あとは茶炭来てちょっと遊びに行こうという時にはね、ぜひサンセットビーチ来て、遊んでね、夕日見てビール飲んで楽しんでいってほしいなと思います。はい、このチャンネルではね、他にもね、今はねビーチの特集してて、今ね大体50個ぐらいね、50箇所ぐらい県内でも回ってるんで、そこを回ってね、みんなにこうやって動画の方が伝わりやすいと思うんで、伝えていってますし、あと他にもね、地元の情報とかいろんな沖縄情報発信していきますんで、ぜひねチャンネル登録の方もよろしくお願いします。はい、以上です。